前皇后は、三国時代の呉の背景、孫良の皇后。名は不明。幼州呉れ軍船統権の人。父は前、前名を。聖母は、孫康氏の娘。兄弟に、前期。前僧の俗孫にあたる。要望が美しく、人の気持ちがよくわかった。前僧の妻である孫の藩に愛され、前皇主に連れられて、頻繁に散大しており、赤カラス十三年。 皇太子として、尊領が擁立されると、禅師が禅皇主の勧めにより、大事費になった。尊領が、定位に着くと、県境二年正月一日、皇后に立てられた、この時十歳。父も、縄文皇位に任命され、徒弟皇に封じられた。禅師一族で皇に封ぜられたのが五人に上り、それぞれに平和を指揮し、その他の者も、次郎や、祈祷となり、皇帝の側近で、 警護の任にあたって、クレ国が起こって、以来、外籍としてこれほど好意を示し盛んな勢力を持った、一族は他に例がなかった。太平三年、成長した、孫領は孫の戦を憎むようになり、その暴殺を計画するようになった。この時、全南は、全公主や、将軍の劉ュウ村と共に、その暗殺計画に加わった。しかし、孫は、事前に計画を知ったため、 軍勢を率いて、宮城を占拠し、す進むを殺害、禅直の屋敷に野衆をかけて、捕虜とした。やがて、禅直は殺害された。この前の二百五十七年、おじの禅役、禅丹羅も義に振った。禅広氏が処刑されると、禅氏一族は衰えていった。尊領が廃位され、会計や、交換に移されると、禅皇后も従った。夫の死後も一人で、交換に住み、 その遭遇が世間の同情を引いた。天気4年後が真に滅ぼされた後に、故郷へ戻ったが、永遠安年間に死去した。三国志孫殿の記述によると、禅皇后は孫の重子の娘であり、そのため暗殺計画を孫に告げた。しかし、公表殿によると、密告者は禅皇后の母である孫の重子だったとも、言う。計画を暴露した後、禅皇后の兄弟である。 全機が、公門次郎として、孫良の命令を、全直に伝えたが、全直がよく考えずに機密を妻に知らせたため、計画が失敗した。そのため、全皇后と共に、孫良から罵倒され、責任を感じて自害したという。小説、三国支援儀では、この説を採用している。真の説福なりによる、要公筆記官を、婦人戦闘忌伊な恵組会、 10歳率ため、呉レ皇后。クレシュ期変更婦人、年18時配主卒、菊県新劇屋の間、卒能保身関節、ジギレの新人の理解で信憑性には疑問が残る。例、著書単イエコ全副、三国島木五十五所配中、助妻ツマ恵会有用職、虚構館、呉平ダイラの木、A 安中卒、恵み会は、 形容詞の可能性が高い。例、周遊殿、遊長僧有志顔は、周遊長僧して姿が終わりの意味。太平五六百五十六尺部四二層かびき、高僧殿、ここまみつた、この運法重貧人なり。年至り七歳、神名長整、前見法事、超自然金役。その新 IG の、水霊出家。稀びと大出来吉し立ち、しばしばあた民詞。 広島軍兵、徳進、所得門戸、ごくその穂の奥。人となり鎮水、優、恵み会、激つまびらか、聖、聖しかもれんまゆ、こよこうれんまゆ善し、三国しくれし、孫良善婦人伝及び、それが引く、くれろく。ありがとうございます。